専任媒介契約以上、要するに専任媒介契約と専属専任媒介、専属専任媒介のことなんですけども、要するに一般媒介以外はレインズへの登録義務があるんですね。専任って変わりますか、独占販売のようなイメージを受けてしまうかもしれませんけども、専任媒介契約も専属専任媒介契約も決してそういうわけではなくて、要するに窓口が一つになるということです。売り主さんは A 社に専任媒介契約もしくは専属専任媒介契約で交わしましたと。 A 社は専任媒介契約であれば7営業日以内、専属専任媒介契約であれば5営業日以内にレインズに登録をする義務があります。で、レインズに登録をして、レインズを登録するとその他の不動産会社、B 社、C 社、D 社、E 社、いろんな会社がですね、このレインズにアクセスして自分のお客さんに、物件を探しているお客さんに合う物件かどうかを、見て、それぞれ紹介していくと。専属専任媒介契約と専任媒介契約には、レインズへの、ここへの登録義務があると。反対に一般媒介契約というのはこのレインズへの登録義務はありません。